伊咲入彦の王子は、日本書紀等に伝わる古代日本の皇族。日本書紀では、伊咲入彦の王子、他文献では、伊咲入彦の命とも表記される。古事記に記載はなく、日本書紀でも自責に関する記載はない。第十二代、慶光天皇の御子である。日本書紀によれば、第十二代、慶光天皇と、五皇后の安坂入姫命との間に生まれた七。 男六女のうち、十番目に生まれた巫女である。仙台九児本義天皇本義においても、傾向天皇巫女として、伊崎入彦の名が見え、さらに同書では伊崎入彦のが、三河長谷部正の祖であるとする。また、新戦聖四六左京皇別御子や尊城、右京皇別三立史上では、傾向天皇巫女の木入彦命が、王人天皇の命により、 逃亡した救出の雑白を三河国で捉えたと見える。この木入彦命の記載は日本初期、古事記にはないため、伊佐木入彦のと同一視する説がある。伊佐木入彦の王子母和ずし神社母は、宮内庁により、愛知県岡崎市西本郷町、和ず山にある、伊佐木入彦の王子母に事情されている。遺跡名はカズシヤマコフン、和ず山古墳。 噴球町58メートルの前方公園噴で4世紀末から5世紀初頭頃の築造と推定される。明治28年に区内省により両母伝説地に指定された後、明治29年には噴球場にあった薬師堂、石塔が撤去され、大正15年頃に矢萩両母山高地に名称変更、昭和16年に伊崎入彦のお地母に自情されている。 また、道古墳の南東の方向には、式内社論者の和一人神社が鎮座する。伊崎入彦のを祭神に祀るとともに、伊崎入彦のが、逆進の大王主を当地で撃ったとする由緒を伝えている。西本郷の地は、東本郷と合わせて、和名称に見える三河国壁海軍国部号に、否定されることから、伊崎入彦の公園の長谷部氏が、当地に来住したとする説もある。 注釈出店、ありがとうございます。